はい、競馬大学、特別編でございます。凱旋門賞ですね。今回はですね、日本馬、今年は4頭も出走するんですけれど、その4頭から日本馬ならこの2頭だというところでですね、名前を2頭、私が日本馬で買うならこれだという馬を挙げてみようと思います。この凱旋門賞ではうちの、移動柵がね、開放されますので、結構うちがね綺麗な芝です。そのうちをめぐっての攻防になるというのが、例年のゴール前のね光景になってます。で、直線はずっと平坦で、直線の長さはほぼ東京競馬場と同じです。だからめちゃくちゃ長いように思いますが、東京競馬場と同じ、東京長いんですけど、ほぼ同じということにですね。で、だからどうなんでしょう、坂をね登って、それからずっと下っていって直線平坦っていうことを、そこだけ聞くとちょっとなんか京都の外回りコース近いのかなという、そんな気がします。ただ高低差はもう中山の高低差の2倍あるということなんで、とにかくゴール前の坂云々ってことじゃなくて、コース一周するそのスタートからゴールまでの高低差がめちゃくちゃあるというところ。だからいくら最後が下り坂だ直線だって言っても、そこへ来るまでのパワーやスタミナの消耗度、そがれ方、これがね一つ大きいのではないかなと思います。で、あとはやっぱりね、路盤や芝の質が全然日本とは違うので、レースレコードですら2分24秒9なんですよ、この凱旋門賞のね。2分24秒9、今年の日本ダービーでドウデュースが走ったタイムは2分21秒台ですからね。3秒レコードで違うということ、それを考えますと2分21秒9ですか、ドウデュースはね。だからそれを考えると、もう本当に別物の馬場で争われるということになりますね。排水性も違いますし、で、今排水性と言いましたが、今週の中間のパリの天気、どうもね、こう天気いい時間や曜日ももちろんあるんですけど、基本的にほぼ毎日何らかある程度時間で雨が降っているということ、そして一番ポイントとなるのはレース前日に、結構ちゃんとしっかり雨が降ってしまいそうなということ。で、レース当日はちょこっとやっぱり降るみたいですが、基本曇りベース、時折雨、そんなような天気予報が私の調べた範囲ではですね、なっております。競馬ラボの鹿野君、この今回もお付き合いいただくわけですけど、どんな印象を持ってます、この凱旋門のコース、競馬場に関して。日本の競馬とは全く違う競馬っていう競技が行われていると認識してますね。だから日本馬は勝てない。で、逆に今ヨーロッパの馬が日本に来ても勝てない。勝負にもなんないっていうのは、やっぱりもう全く馬場が別物すぎて、単純に馬の能力強い弱いじゃなくて、馬場が合う合わないで、そのヨーロッパと日本のこの場所の差が生まれてるんじゃないかと思います。そうなんですよね。確かに強くなければ勝てないと思うんですけど、強さだけではやっぱりどうにもならない、どうにもならないっていうとちょっとかなり悲観的ですけれども、それだけじゃなくて、やっぱりその馬場とかにどうフィットするのか、対応できるのかっていう馬がやっぱり構想できるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。その意味でいくと、例えば日本ではね、オルフェーブルとか、中山フェスタとかエルコンドルパサーとかがもうあと一歩のところまで来ましたけれど、ああいった馬たちの持っているその能力や適性っていうのは、当然一つのね、日本馬にとってのモデルケースになるんじゃないかなというふうに思っております。さて、そういったね、前置きをもとに、私が日本馬で4頭いる中でこうね、こう買いたい2頭、買えるおすすめの2頭、1頭目はまずこれです。はい、当然タイトルホルダーということになります。はい、今年の日本のね、総大昇格で臨む馬ということです。現役最強と言ってもいいでしょうね。で、まずその一つ大きな魅力は、お母さんのお父さんがモチベーターということで、もう数々出ているこの凱旋門賞の現地のフランスあるいはイギリス馬の上位馬と同じその血統の主流血脈ですね、これをお母さん方にしっかりと持っているということ。で、それから、お父さんドゥラメンテですけれども、ドゥラメンテのお父さんはキングカメハメハ、そしてこのキングカメハメハにもしっかりとね、ヨーロッパの主流の血が入っているというね、これは結構大きいと思うんですよ。で、なおかつさっき名前を挙げた日本の過去の高層馬よりも、前で競馬ができる、向こうだとね、ちょっとこう
控えていくと包まれてしまったりするようなところもあるので、どうしてもこう馬群をね裁く上で、不利を受けてしまうようなそういったようなシーンもあるんですけれど、それをあんまり考える必要がない。まあもちろんね、何かがタイトルホルダーに絡んでいって潰しに行くっていうことが現地の真ん中でもある可能性もないとは言いませんけれど、逆にそう包まれるという意味の不安はないかなというのは大きいです。あとはね、マイナス条件ももちろんあって、やっぱり現地の競馬を一回も経験していないということ、これはやっぱりねちょっと不安点ではあると思うんですよ。特殊な馬場、特殊な競馬場、これを馬が初めて経験した場合に面食らう、戸惑うということは十分あると思います。そこはまあただ分かった上で、ぶっつけ本番をね選んでると思うんで、まあそこは気にはなりますが、決定的なマイナス要因とは考えません。あとはやはり私が再三この馬の弱点として言い続けているように、外からかぶせられること、これはさっきの絡まれるっていうこととも共通するんですけど、外から何かに絡まれたらもう大失速しても、セントライト記念のようにね大失速してもおかしくないというところもあるので、この辺はね、確かに不安点です。だから、この馬に本命を打てるかどうかというのはまた別の話なんですけど、日本馬の中でやっぱりこれ一番買いたいなという気にさせられるのは血統からも、当然馬場の対応力があるというのはこの血統から判断してるんですけど、タイトルホルダー、これを一投目として挙げてみたんですけど、加納くん何か質問ありますか？やっぱり日本で3200m とかで全然強い馬の方が凱旋門賞って買うべきなんですか、2400m で強い馬と 3200m で強い馬、両パターン出てくるんですけど、はい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 。ただまあそのエルコンドルパサーにしても中山フェスタにしても、別にこう春の天皇賞で来たわけではないっていうか、出てもいないわけなんで、だからまあその辺は実際その馬が走ったかどうかっていうのは別だと思うんですけれど、当然スタミナはあった方がいいと思うんですよ。スタミナはあった方がいいんですが、やっぱりそれよりもパワーと言いますかね、時計のかかるタフな馬場をいかに早く走れるかっていう、そういうレースになってくると思うんで、スピードとか切れ味一辺倒の馬であれば、例えば 3200m でもダメだと思うんですよ。こなした馬でも、日本でね、例えば日本でね天皇賞で 3200m こなしたような馬でも、グローリーベイズみたいなああいうタイプの馬では絶対に無理だと思うんですよ。なので単に距離を日本でこなしてればいいかっていう問題ではないと、私はそういうふうに判断しています。あくまでその重い馬場、重い馬場というのは道悪という意味とまたちょっと違うんですけれど、足が上がってしまうような全身の何というかこう力を要求されるような、そういったような馬場で、早く走れる、そういった力っていうふうに考えてもらうのがいいのかな。ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、私はそう思ってるんですけど、伝わりましたか？そしたらあれですかね、有馬記念とか宝塚記念に強いタイプの方が、イメージとしてはいいですか？そうかもしれない。有馬記念、そうね、有馬記念とか宝塚記念ってのあると思います。ただちょっと有馬記念の場合ちょっとトリッキーさが先に立っちゃうところもあるんですけど、そんな感じです。どっちかって言ったら、そっちで通用してる馬が全部いいとは言いませんけど、少なくともそこで通用するような馬じゃないと厳しいだろうなとは言えると思います。なるほど、はい、イメージはしました、はい、というところでね、タイトルホルダー、まあその宝塚記念のあの競馬見ればね、その辺は大丈夫だっていうのも皆さんも分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、というところで、日本馬を含めました私の凱旋門賞の最終見解は、競馬ラボをぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼ってあります。去年はですね、タルナワを本命にしたんですけど、タルナワ2着に頑張ってくれました。ぜひ参考にしていただければと思います。はい、というところで、私が今年の凱旋門賞で日本馬から買うべき2頭、1頭目タイトルホルダーでした。2頭目はこれです。ステイフーリッシュ。おー、はい、そっちですか。としました。はい、こっちにしました。まあね、枠のことはちょっと あるんですけど、やっぱりね、向こうの人にとってですね、日本から来るステイゴールドっていうのはやっぱり身構えるとこあると思うんですよ。オルフェーブルが2回、それから中山フェスタとね、これだけ走っているわけですから、結果を出しているわけですから、当然このステイゴールドの日本馬というのは凱旋門賞で怖いというのは分かっていると思います。私もこれは一つ大きなポイントになっているかなというふうに思います。で、ステイフーリッシュの場合は、それに母の父キングカメハメハ、これさっきのドゥラメンテの時にも言いましたけど、やっぱりキングカメハメハの血というのは非常に欧州色が強いものですので、これがお母さん方に入っていると、
これでお母さん方がねこう北米血統だとちょっと評価はしないんですけれど、これはやっぱり大きいかなというふうに思います。であともう一つステイフーリッシュのポイントというのは海外経験がねもう皆さんすぐ分かるように豊富だということですよね。で初めて行った競馬場でもしっかりこれまで走れているということ、サウジ、ドバイ、それからフランス、この間のドービルですけれどもね、まあ、そういったところでは、まあ、勝ち負けをしているということですよね、まあ、このあたりの経験値当然大きいと思います。で7歳という年齢もパワーという意味ではそれほど大きくマイナスしなくていいかなと思うんですよね。スピード能力を競うようなことになるとちょっとやっぱり7歳は年齢いってるかなって気がするんですけど、こういうような舞台であればそこはそんなに気にかけなくてもいいんじゃないかというところがあります。で、まあ、枠順ですけど20頭立ての大外枠を引いてしまいました。まあ、さっきも言ったようにその、ね、直線内を巡っての攻防になりやすいということもあって、不利は不利なのは仕方がないと思います。ただまあその辺はねまあ、なんとかルメールが、現地を当然知っているわけですからどういうふうに操ってくれるかというのが、まあ、楽しみですね。まあ、もちろんそうどこ差もない可能性もあると思うんですけれど3着ぐらいに来たらもうかなり私は感動すると思うんですけれど、カノ君ステイフーリッシュに関して何か質問ありますか。さっき内をめぐっての攻防という話だったんですけど、うん、過去5年で凱旋門賞に馬券に絡んだ15頭見たら、うん、10頭が1番から6番枠なんですよ、うんうんうん、ってことはやっぱり内枠有利なのなと思うんですよね、うん、凱旋門賞、うんうんうん、で20番、日本の16番とかともまたわけ違いますからね、うん、そうなんですよね、凱旋門賞の20番って、うん、なのでちょっとまあ相当恵まれないととは思うんですけど、そうなんですよね。内へ入れるチャンス自体はあると思うんですけど、内入っちゃったら今度前が開かないみたいなことになりかねませんからね。だからそこは確かにあるんですよ。まああるんですけど、ただこの馬の場合かなりそのさっきちらっと申し上げましたようにスタミナも当然あるので、逆にもう外から早いうちに前出してって、でタイトルホルダーが、まあ、逃げるかどうかは別にしてタイトルホルダーは当然前に行くと思うんで、そのタイトルホルダーのちょっと後ろぐらいのところまで出してってしまえばチャンスがないわけではないと思います。そうすればいくら20番枠でも外を回らされるということにならないと思うんで、ただそこで無理をするというのはイコールさっきも言ったようにコース形状でいうとやっぱり向こう上面のね上り坂で動いてることになりますので、そこでのロスが最後響くというそういうリンクは当然あります。まあそれを当然承知の上で私はあえて2投目として挙げたんですけど、それは何でかっていうと血統的な部分の魅力がやっぱりとても大きいからというところです。逆にその20番ということで人気が下がるんであるなら、まあ3着候補ぐらいでね馬券に入れておいても面白いんじゃないですかっていうそういう提案ですよね、まあ、なので実質的には私はもうタイトルホルダー1頭が重視する上位馬候補としてはまあ考えてますけど、もう1頭まあ穴でステイフーリッシュ入れておいてもいいんじゃないですかというそういう感じで今2頭を挙げてみました。はい、というところでね、外出専門賞日曜日の深夜、日本でねこうどうやら地上波でも放送があるというふうに聞いておりますけれどもね、例年以上に楽しみな外出専門賞となりそうです。皆さんぜひね馬券を買って、その馬券はもちろんなんですけど、それとは別にねこう純粋に日本馬応援してみたいなというそんなレースでもあると思います。眠い目をこすりながらぜひ、まあ、長い日曜日ですけれども最後まで競馬を楽しもうではありませんか。それでは今回はここまで、どうもありがとうございました。カノ君もありがとうございました。ありがとうございました。